とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいい装備をもらっちゃいました。これです。ミステリーアーマー。HP を 6% 吸収するオーラ。性のステータス効果の継続時間、プラス 30% ですね。エンチャントで、ポーションバリア。サプライズギフト、クールダウンがつきます。いい感じですね。ポーションバリアが9秒間のところを12秒間、ステータス効果で上げることができます。12秒間、結構長いよね。そして、ガードストライク、これも5秒間継続することができるので、防御力はものすごく上がりますね。まあ、ポーションのクールダウン、マイナス 40%、それがついてない代わりの、この 30% の効果ですね。うん、サプライギフトでアイテムもどんどん出ますので、矢の欠損の心配はないし、ポーションなんかも出るので、それでも美味しい思いはできるのかな？はい。とりあえず、エンチャントを入れて、デイリークエスト、やっていきます！それでは締めっぽい洞窟ですね。行きましょう。おお、矢がいきなり出てきた。こういう感じでサプライギフトでアイテムは不足はしないから、すごくやりやすいと思うんだよな。あ、で、影のブリューも、そうかそうか。効果が長いんだ。効果が長い。この瞬足のやつも。だから、移動は早くなるよね。で、パワーポーションも、どんぐらい？ 40 秒ぐらいか。39秒か。そんぐらい、継続されるんで、だよね。あ、39秒。となると、全然戦いやすいな。おう。あ、ちょっと待って。雑魚敵をちょっと倒しそびれてた。から、あ、でもあれか。そうだわ、そうだわ。あの、ガードストライクも、1秒間長いんだから、1.2 秒か。長いから、全然、それでも余裕ができるんだね。あ、なるほど。はいはい。ま、使い方は、今までのような感じではちょっと違うんだけども、全然使っていけるね。しゃあ。で、特に、ソロプレイ。では、いい、と思う。マルチだったら、敵の奪い合いになる可能性があるんだけど、ソロだったらば、自分一人で全部倒さなきゃいけないからね。となるなら、全然いい。うん。で、エリクサーのカバンか。あれを、俺たまに装備してたんだけども、パワーポーションが好きでね。それも装備しなくて良くなるっていうことは、結構、結構でかいんじゃないっすか？おう、アーティファクト弾に確実にドラを入れることができるんで、これは使えるぞ。こっちはどうだ？ショートカットができるタイプだね。オッケー。ショートカットしていきましょう。よっしゃ。で、こう、キャプテンは、いないよね。うん、あ、ゴールの直前に反対側に行くといるのかもしれないね。もしかすると。あの道がね、あるんだよね。普通にゴールもできるんだけども、ゴールと反対側に道があって、そこにね、敵がいるのよ、一応。なんで、そこにキャプテンがもしかしたらいるかもしれない。まあ大体はね、ここボートに乗って、キラリンってクリアだけども、こっち側にね、道は続いてんのよ。で、敵も確か一応いたと思うんだけど、あ、いない？あ、いたいたいた！やっぱり、ここにキャプテンがもしかしているとか？いないとか？わかんない。まあ一応奥まで行ってみるか。いいねえ。使いやすいぞ、この、プラス 30% は。うん、やっぱポーションバリアとパワーポーションか。なんか
めんどくさい名前だけど、その2つが継続できるっていうのはでかい。ああ、なんもなかった。やっぱなんもなかったですね。このままクリアします。はい、それでは戻ってきました。今日はこの装備、ミステリーアーマーの 6% 吸収、そして性のステータス効果プラス 30%、 このミステリーアーマー使ってみました。ポーションバリアとクールダウン、サプライズギフト付きです。サプライズギフトが付いてる、無限ポーションバリア編成、これいいね。途中途中でパワーポーション出れば攻撃力倍になるし、影のブリュー出れば、10秒間ぐらいちょっと気休めができるのでいい感じです。はい、 30% の効果アップ、これいいと思う。まあこのまんまね、俺も探していきたいと思います。 30% アッププラスポーションバリアマイナス 40%、 それも絶対欲しいやつだな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。